まあ、3月の、まあ、中旬の亀山ダムっていうことで、まあ、あの季節はですねまだ春かなっていうそのタイミング的にはすごい微妙なタイミングなんですよ。これ来週になればもう春めいてくると思います。だけどまだちょっとね湖見て釣りしてる感じでは春の魚が少なくて一瞬戸惑うと思うんですが、やはり今日上位陣はやっぱ3メーター以内のシャローで、自分もやっぱ3メーターぐらいの、ところで魚を取りました。まあ、ドディープというよりはもう浅いところの魚のが食わせやすくなってるなと。で釣り方も共通して全員が横の動き、こういう肝だったことを考えるとまあ春なのかなと思います。で、まあ、でかい魚も出てますしね、まあ、これが来週また、今日大潮も絡んでないので、まあ、大潮絡んできて、で天候も今日はね昨日今日と天気も良かって今日はちょっと曇ってきましたけど、こういう曇りの日が続いたりすると、まあ、ビッグフィッシュが狙いやすくなるかなと思ってます。はい、ストロンゲスト亀山ダム時田ボートで開催された大会に出てきました。最初にね試合が終わった後に小森プロに感じた亀山ダムを語っていただいたんですけども、これからね本編スタートということで久しぶりのですねトーナメント、どういう感じで釣り子 TV はですね、魚を狙っていくか、ここをね、動画でやっていきますけども、初バス釣れたんですよ。いや2022年初バスが釣れたのでぜひご覧ください。じゃあ時間6時になりましたので、スタートしてください。近く2時です。よろしくお願いします。今年初亀山、ちょっと頑張ってみますよ。イエーイ。ちょっと魚群探知機まだちょっと魚群探知機がないと厳しいかな。魚がねライブスコープみたいに鮮明に追っかけてるところが映るとかではないけど、ベイトフィッシュを探したりとか、あとは釣れそうなレンジを探したりとかね、いわゆる魚群探知機の使い方。うわ、水温12度もあんだな。このブレイクの落ち込みに立ち木が、ちょっとこんぐらいで、せめてちょっとベイトが映るようなとこやった方がいいか。
の4本、ね、ミドルサイズの持ってきたんで、ちょっと組んでおきますかね。おっと、スナップスナップ、59、 いや優勝じゃん。59だと3キロぐらいあるんだろうからな。そりゃまくれないな。いや、なんもないよ。入ったね。59、うん、それビッグフィッシュなんとかも多分取っちゃうんじゃないかな。
ぱいあるな。今日キーパーサイズがあるんで、口閉じてギリ30、ギリキーパー、はい、釣れちゃいました。12.2 度にね上がってるんで、結構ね水温が曇りだけど上昇傾向だから、徐々にね誰も一定ぐらいしかいないけどね、魚がこういうの食い出してくれてるのかな。まあちょっとサイズはねキーパーギリだったけど、あ、初バスだ。こういう展開でねポロッポロッと拾えればいいんだけど、いやー亀山で2022初バス釣れました。タックルはねグラビアスのハイギアのモデルに、ロデオクラフトのねホワイトウルフの8ポンドクラスってやつね、でミノーをチャッ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 ね入れて、いやーでもね本当当たりもない中での一匹だから、ちょっとやりきれるね。はい、405。はい、405。はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。ナイスフィッシュです。ありがとうございます。2022、よし、やりがしたけど、お気に入り、あ、なんとかスイシャローフラットが 1.5 メーターぐらい、はい、とても当てながら、うん、そうですね、当たったり当たらなかったりで、なるほど、こう木が出てるような、はい、なるほど、はい、わかりました。次回はいっぱい釣ってきてくださいました。はい、おめでとうございます。次回は横山さん、615g、10g 差で、1個上に立ちました。これは何に釣られたんですか。シャットです。あ、シャットですか。はい、場所は、場所はもうすぐそこの北岩盤。あ、でもこっち方面なんですね。岩盤で、岩盤で。シャットはちなみに何を使ったんですか。 OSP のハイカット。ハイカット、はい、サスペンドです。サスペンド、やっぱり手が壊れるぐらいの早巻きで。いや、もうこの前はもう全然止めて、はい、釣りジャックポーズで、ポーズの時に、ポーズの時に行くと言いました。はい、もうなんか春っぽい釣り方ですね。そうですね。はい、最近サスペンド網の止めて食わせると少なくなりましたよね。止めなくなりましたよね。止めた方がいいんですか、やっぱり。いや、いや個人的な見解からいくと、はいはい、昔から止めなくていいと思ってたんですよ、はい、でバインドがあって乗らなかったら止めて食わしたりしてたんですけど、はい、最近あんまりねその止めたら見切られる傾向があったんで、レンジとかルアーがちゃんと合えばそんなこともなく食ってくるのかなと。1回しか当たりなかったですか。1回しか当たりなかったです。じゃあもう話すことはあまりないですね。あ、ありがとうございます。64で、ありがとうございます。だからバレなかったんですね。そうです。ありがとうございます。また次はもう一本つってでは行ってください。おめでとうございます。最後、笹原さん、なんかがっかりしたり悔しそうになったり喜んだりいろいろ忙しい日です。今日2本はどんな釣り方ですか。今日釣れた場所が、はい、笹川の上流のどんどんの手前の 3.5 メーターのところ。なるほど。ハードボトムで、はい、なんかブロッコロの縮み物があって、はい、そこに絡めながらリーダーレスダウンショットの、はい、
ケーブチビツイン。エスケーブチビツイン。これでのど引きしながら引っ掛けて外して。はい。どっちで食いました？動かしてる時ですか？埋めてる時ですか？両方で。両方食いました。バイトは2回だけですか？そうです。はい、でもなんかそれもやっぱ聞いてると浅いですよね。まあだいぶまだ寒いなと思ってたんですけど、まあかなり浅いところで釣られてたんで、まだ季節が進行したらもっと釣れそうですよ。そうですね。もう一本惜しかったですね。ちょっとドキドキして待ってましたよね。まあ厳しい大会だったんで2本釣ったら上位かなっていうのはあったので、まあ、次回はじゃああと2本釣ってきてください。はい。まあ750g 3位の笹原さんです。おめでとうございます。2位の高橋さん、新曲さんの1本釣ってるとこ見ちゃったんですけど、あれもそんなに深くないですよね。どうするんですか？4m ぐらい。そうです。はい、詳しくちょっとお聞かせください。僕が見たのは、場所言っちゃって大丈夫ですか？ステージ前で釣られてたんですけど、結構粘ってたじゃないですか。結構粘ってて、だいぶ経ってから釣ったんですか？それとも入ってすぐ釣ったんですか？入ってすぐ。あ、すぐだったんですか？はい。ちなみにルアーは、テーテックのマットワードのライトキャロ。それどんなルアー？借りてる。借りてる。あ、のライトキャノン、はい、横の動きで食わした感じですね。はい、春っぽいですね。で、一本切ったのを見たのが1キロぐらいありましたよね、あれ。そうですね、あれが1キロぐらいだった。で、そこで粘っててもう一本です。そうですね、粘ってた後、その時は釣れなくて、はい、似たようなところタタタタッと回って、はい、また入り直してっていうのを繰り返して、それで。あ、なるほど。はい、僕もね、本湖沿いのやっぱ4メーター、ヒルグル 3.5 メーターで1本切ったんですけど、だいぶなんか上がってきてる感じ。バイトは2回だけ。バイトあとワンワンバイト。あ、ワンワンバイト。取ってたら、その際に来たいですね。そうです。はい。まあ、悔しいかもしれないですけど、立派な準優勝となりますので、はい、次回もぜひ頑張ってください。おめでとうございます。あ、いいですか？いいでしょう。あ、俺もよく忘れた。TWE っていう団体で、はい、ここ時田ボーツさんを舞台に、はい、平日火曜日、大体第1週で大会を開催させていただいてて、まあ、僕も参加させていただいてるんですけど、はい、まあ、時田ボーツさんの現地大会の名残でそのまま結構、はい、同じような感じでやってみたいって言われたんですけど、大会で和気あいあいと切磋琢磨しながらやってるんですけど、もし皆さんお時間があったらぜひ参加してみてください。ぜひ仕事は休みの方とか仕事がなくなっちゃった方、ぜひ。わかりました。じゃあ平日大会でもぜひ、平日大会から関係のクラシックの現地も、30人以上で集まれば、30人以上集めるためにもぜひ。そうそう、今ちょうど27人とそういう、あと3人です。はい、皆さんよろしくお願いします。ぜひ参加してください。さて、優勝の、西田さん、朝駅でみんなの心をへし折っていったっていう、とんでもないことをしてくれましたね。まあ、みんな見てたっていうか、みんなも知ってると思うんですけど、はい、釣られたらそこのバンドですよね。そのバンドです。ドアはちなみに、サイレントキラーの1音。どんな使い方で釣れるの？皆さん、はい、乾き、はい、イヤフックに、はい、水中で、はい、結構刺さって出てきた感じ。ことは1匹だけなんであんまりないんですけど、なんか好きなこと言ってもらって大丈夫ですよ。あんまり、そうですね、まあ、喋ることないです。喋ることないです。ちなみにロッドとか何ですか？ロッドは、ノリズの、はい、旧ボイスの、はい、680H。H? やっぱちょっと硬いですよ。そうですね、はい。ハルデのルアーって、まあ、当然ジャックさせたりするのに、ある程度サウンド張り必要だと思うんですけど、かけることをメインとしているのか、はい、投げることをメインとしているのかでチョイス変わってくるじゃないですか。はい、でもかけるっていうのは大事ですか？
私はその145だとその680H がすごい投げやすいんで、投げやすさで、はい、そうですね、どうしてもキャストそんなうまくないんで、はい、あのハング下に入れるのに投げやすい、硬い方が投げやすい、そうす、来たらやっぱ合わせますよね、合わせましたね、はい、合わせて、それもまあ硬い方がやりやすいです、ね、そうですね、はい、ちょっとなんか見て柔らかいのかもしれません、はいはい、まあ、サイズそんな大きいビッグメッシュなんで、はい、あのちょうどよかった、はい、なるほど、はい、これビッグメッシュもビッグショーナメントは残念ながらドーソンのウェイトが先日の 56.5 の方が 2900g だったんで、あの先日の魚がまあトップですね。ビッグフィッシュとはビッグフィッシュナメントはだから31時まであるんで、もう1匹取ってきてるあよしよし、まあ、なかなか釣れるサイズではないと思いますけども、あの春らしい、春らしい魚だったのかな。そうですね、まあレンジというか、まあ、それしかやるつもりもあんまなかったので、はいはい、それで釣れてよかった。まあ、優勝の石田さん、もう一度盛大な皆さん拍手を。こうして見ると全員シャドウとも出てきたっていう感じで、かなり春めいてきたんじゃないかなと思います。では皆さん、今の釣りをこっそり参考にしてぜひ、まだ初バス釣ってない人もいると思いますんで、ぜひ、狙ってみてください。ナベさんからまた聞いてもらって、はい、大丈夫です、ありがとうございます。じゃあ、上位コメント皆さん、おめでとうございます。ぜひ、名前にもお渡しください。最初にじゃあ、ババさん お願いします。ババ君はちゃんと出てきてくれますから、ね、ババ出てきてくれましたらおうちに電話だろババ君は今日釣ってきたのかな。年間のババ君聞かないであげてください。ババちゃん出るんですよまさかのね、他の山田ババちゃんでも釣れない釣れた人すげえ自慢していいですよあの商品説明からはい、ゼロのババちゃん商品説明からお願いしますはい、ギフタイルから、ちょっとボリュームのあるワームですね、SVSD の、メガ、あとトラスターの 3.8 インチですね、まあ、春なんでこういう大きくてボリュームのあるものをゆっくり落としてもらって、ゼロなのにまあまあいろんな感じですからもっと上がってきたらね、上がってきたら、はいまあそれで、はい、釣っていただけたらと思います。あいつたまたま釣れたから態度できるんだよ5名ですね、いきます。最初はグー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。さすが若さだな。出るならじゃんけん強いからな1,2,3,4,5人ちょうど6人、まあ、ちょうどっすね。いい仕事するな。はい、こうでしょ。はい、じゃあその残った2人じゃんけんします。アイコで来いよ、でもいいのかじゃんけんぽい、アイコでしょ。田中が譲るよな。どっちが欲しいか聞くだろ。はい、でもデカッともらった。デカッともらった。デカッと便利ですよ。じゃあそのままじゃんけん、そのままじゃんけん、そのままじゃんけん、商品説明のじゃんけん。すいません、ハイドアップ、いいすいません、ハイドアップの、いやいや言ってる、いいすか、すいません、ワームちっちゃいワイドのホック1個で、新しく出たスタッカースティック4インチ1個で、ワイドの 3.3 インチと、小池シュリンプ、小池シュリンプいいな、小池シュリンプと、リチウミノの77のサスペンド5名様一人じゃないんだ一人がいい、いやいや、もうこうやったから一人かと思って、じゃあ1人にしましょう一人でも全然使いこなせますよね、うん、じゃあ1人でいいですか。じゃあ1人で、はい、じゃあ1人、あ、でも、これ美味しい、1人、あ、いつにやった勝てぇなー最初はグー、じゃんけんぽい最初はグー、じゃんけんぽい。変わるんだよ最初はグー、じゃんけんぽい。はい、グーしか出してないだけじゃん最初はグー、じゃんけんぽい。おー、残ってる、2人残ってるよ。おめでとうございます。おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。続きましてエバーグリーンさんのドライバック飯野さん、はい、リュウジのワームストッカー M サイズ飯野さん、はい、あとおかっぱりのショルダーバッグ飯野さん、はい、3名様イルカの品田そのまま行きます。最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、もう一回いきます。最初はグーじゃんけんぽい、違うの出しますよ。最初はグーじゃんけんぽい、今頃知ったか。もう一回いきますよ、違うの出しますよ絶対に。最初はグーじゃんけんぽい、おお、おめでとうございます。あ、よかったね、ダムさん。ありがとうございます。ありがとうございます。右巻き使える、右巻き、はいはい、じゃあ最後サオ2本ベルバンドコアでございます。ダムさんと言ってますか、はい、ここ、国藤さんとじゃんけんしてもらいます。2本、国藤さんから商品説明もありますので、ロゴを隠せるコンクルージョンのステッカーと、スペルバウンドコア、隠せるステッカーチューブラーです。ダウンショットとかネコリグとか、そういう感じにいいそうです。じゃあいきます。別々で、いや一緒でいこうな、はい、最初はグーじゃんけんぽい、おー、あー、もっと強かった、もう一本あるからダメです。もう一本まだ帰っちゃダメ。この説明は30分ぐらいしますよ。エステルバウンドコア、SCC65BF っていう、ベイトフィニッツのベイトですね、65、はい、ベイトフィニッツとか、あとスロールフラッグとか、まあ、ジャークベイトとか、じゃあいきます。最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、最初はグーじゃんけんぽい、あと2人です。あ、3人、あ、まだいい。今最初はグーじゃんけんぽい、3人、じゃあいきます。最初はグーじゃんけんぽい、ルールの最後セットの持ち帰り、さすが手ぶらじゃん、ワンショットすごいね。あとライン曲は、それでは皆さんお疲れ様でした。これで商品は終わりになります。映画も一生懸命頑張っていきますので、皆さんも必ず出るように楽しんでください。で、まあ、家に帰るまで気をつけてください。まだ、まあ、実際ちょっとまだコロナも終わってませんし、まあ、春なんでちょっとね暖かくなって、まあ、花粉症の薬とかで眠たくなる人もいると思うんで、家に帰るまで本当に気をつけて、お戻りください。次戦は6月、はい、6月19日です。19になります。はい、というわけでね、帰ってきました。いやー、久しぶりにね亀山で釣り大会楽しいっていうね、あー、もういつぶりなんだろうね。冬に予定されていたね大会なんかもうちょっとねコロナなんかの影響で、延期になったりしたので、ほんと久しぶりにね、亀山で釣り大会遊びしてくることができたんですけども、忘れないうちにねどんな感じのタックルでね、戦っていたかっていうことで、まずねこんな感じ釣れたタックルね、ですね、これはロデオクラフトのホワイトウルフのですね8ポンドクラスっていう竿ですね。これね冬の間に手に入れたんですけども、まあミノーの釣りとかね、キャロライナとか、まあ何でも使えるよなんていうねことでね、去年なんか先輩が目の前でこの竿を使ってね、もうボコボコにね、でっかい魚釣るのを見てたんで、俺も欲しいなーなんて思ってね、買ってみたんですけども、この竿での初バス、そして2022年での初バスね、この竿で釣ることができました。非常にね見た目に相反してっていうか、結構がっつりした感じのデザインですけど、めちゃくちゃ軽いんですよね。
うん、でこうピーンとね先端までね筋が通ったようなね独特な使用感なんですけども、あ今回はまあこの道具で箕面をねチャカチャカ投げてみてっていう感じなんですけども、すごいねジャーキングがやりやすかったね、これは1年通していろいろ使い出がある竿だぞなんていうのをね、感じました。で、リールはですねこれグラビアスのですねギア比が一番速いタイプのものですね。こういうね赤い差し色が特徴的なのがハイギアモデルの特徴なんですけども、グラビアスね、あの今井勝隆プロがねこのグラビアスチームに電撃加入っていうことで話題沸騰ですが、このねグラビアスっていうモデルはネットから買うことができるんですけども、これのですねちょっとねパーツとかをねいろいろ変えたり替えスプールがなくなったりしたゴライアスっていうモデルはね釣り具屋さんなんかでも買うことができるので、これがね上位機種のグラビアスというリールになるんですけども、替えスプールがついていてラインメモリーがついていたり、あとはねこのハンドルの材質が違ったりっていう感じのリールなんですが、まあ、とにかくねトラブルが少ないね。なんで自分はね結構ね打ち物の、メインで使っているんですけど、今回ね巻物でも活躍してくれましたが、非常にねストレスなくですね、なんていうかこうバックラッシュがね重症化しづらいっていうね感想なんですよね。まあなんていうか、例えば遠心ブレーキのモデルのものとかに比べてマグネットブレーキの特殊なブレーキシステムが採用されているんですが、あやっちまったみたいにキャストした時でも、バックラッシュがね重症化しづらいんで、打ち物の時に、まあ、亀山ダムなんかでオーバーハングの下にピシピシルアーを入れていくよなんていう展開の時はねもうちょっとグラビアス以外では投げたくないなって、もしくはゴライアス以外では投げたくないなってね、今回はそのようなところに箕面を打ち込んでいくよっていう展開だったので、このリールでハイギアのものを使ったところですね気持ちよく投げることができて、結果ねいやーもうこの 400g1 匹だったらもうなんだろうものすごいね負けたなと思ったんですけども、この季節の羽境期というかね非常に周りが釣れていなくて、気がついたらね、8位でフィニッシュっていうことでね、いやーちょっとね年間戦みたいな要素もあるみたいなんで、この初戦に8位の得点を持っておけるっていうのは非常にね今後戦っていく上でねいい位置だなって思いまして、できればねもっとねもう一匹でもね小さいのが釣れればもうちょっと上の順位狙えたんですが、まあそこは贅沢いっちゃいけないなっていうことで、こういったね巻物の釣りでね釣ることができました。あそうそう、肝心のねルアーの方説明してなかったんですけど、今回ねプラグはねこの中に入るだけ持っていきました。何を入れていったかっていうとねこんな感じですね。ワンテンジュニアとワンテンとね、あとはスイートキラーですね、デプスので、今回連れてくれたのが2本持っていったんですけども、 OSP のですねこのバルナーですね、こんな感じのね、まあ、皆さんご存知、OSP バルナーですけども、それにねこういう感じのカラー選んでみましたね。サスペンドで、で背中に視認性が良くなるようにねこういう、マーカーなんか貼り付けたりしてですね、でーすね、まあ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 針もそのまんまだし吊るしの状態で、使ってみたんですけども、なんだろう思いのほかね濁ってたんですよね。で濁っていて、はい、今回ねこれこういうねシーバスみたいなクローム系で視認性良さそうなイエローバックのねこういう感じのカラーか、こういう感じのね、ホワイトみたいなで、やっぱりチャートバックみたいな、このね2種類でねどうしようかなーなんて言ってね、やってたんですけど、まあねこっちを投げ出して、で比較的ですね早めに反応があったので、ああこういう感じの色いいんだなと思ってね、結局最後までね
投げたんですけども、釣れたルアーはねこういう感じでバルナですね。で、途中ぐらいから導入したんですけども、今回ね活躍してくれたもう一つがねこのディーパーですね。これをねレンタルボートにくっつけて魚群探知機として使っているんですけども、まあこれで主にねまあもちろん水深も見るんですけども、水温の傾向っていうのを、結構ねよく見ながら釣りを進めていて、で笹川の中流域行って、で行ける最上流域ですね、広瀬のあたりですね、そこまで行って、上流の方がねちょっとね水温高かったんですよね。で、周りで釣れてるのを見たのはどんどんのあたりで、そこでねなんか周り釣れたよなんて話もねちらほら聞こえたりしたんですけども、まあどんな感じだろうって上流までね、見に行ったところ、バスの姿は見えなかったんですけども、これでね水深と水温を調べたところ、まあ上にもいるだろうっていうね、こういった判断に至ったわけなんですね。でまあ、3メートルとかが隣接した、めちゃくちゃ浅いところ、ここにねルアーを打ち込んでいこうっていうねプランを決めて、でまあ110センチサイズのですねジャークベイトをいっぱい投げていったところですね、もうほんと水深ね2、30センチのところかな、まあ2、30センチ言い過ぎ、まあでも3、40センチぐらいの水深のところね、そこで食ってきましたね。こう視認性がいい状態にしているので、ルアーの背中を見ながらですね、チャッチャッチャッチャってね、あのトゥイッチか、まあ、ジャーキングみたいな感じで入れていったところ、ギランとね、バスの白い腹みたいなのが見えて、そこでファイトが開始してですね、で上げてみたら、キーパーギリギリのね30センチあったよっていうことでね、それで、まあ、今年の初バスですけども、釣れたんですが、まあこのぐらいの本当微妙な時期はやっぱりねこういった魚群探知機ね活躍してくれますよね。これからもうちょっとねハイシーズンに進んでいくとね、もうとにかくバンク打っていけばいいやっていう感じでね、こういうディーパーすら使わなくなったりするんですけども、今回は50人ぐらい参加して十数人しか釣れてないっていうね、こういう微妙な時期とかにはがぜんね、まあ水深と水温ね調べられるこういった魚群探知機が必要になってくるかなっていうことで、でまあ最近はねライブスコープであるとか、もうルアーに魚が追っかけてくるのを見ながら釣るっていうねトーナメントシーンではね大活躍しておりますけども、まあ基本の木でまあ水深とか、ちょっとした傾向とかを見るっていうだけであれば、このねディーパーでもね十分ね魚を釣ることができますので、でまあ今回ちょっと持って行ってよかったなっていうことで、当初のプランだとワンフックアラバマが OK ってルールだったんで、ワンフックアラバマ投げ切って1本ドカーンってでかいのが来ればいいなーなんて思ってたんですけども、途中からいや何やらこれやばいぞって感じて、これディーパーちゃんとつけて、で他のタックルにもこう糸を通してなかったりしたやつにも糸を通して、それでね釣り始めてね、なんとかね1本だけ取ることができたっていう、こういった状況でございました。はい、でね、最後お楽しみのじゃんけん大会があったんですけども、そこでねすごいいろいろもらうことができたんで、ほらこれ豪華でしょ、こんなねいろいろもらっちゃいました。これねいくらあってもね便利なですね、バーサスの3078ってね、こういったタックルボックスですね、これまずねじゃんけんでゲットできたのと、あとねこれねラインシステムのサンバイザーですね、これねなんかサンバイザーですね、はい、それとねあとねこれもねババ君ね、ディスタイルのババ君がねじゃんけんしてくれてましたけども、はい、これこんな感じ、はい、ディスタイルのですねスーパーバイブシンキングバグメガ 3.6 っていうね、このルアーね買ったことないんで、これねじゃんけん大会でゲットすることできましたね、ディスタイルのババ君と、じゃんけん対決した時に手に入れたね商品でございます。で参加賞がねこういう感じで、俺超嬉しいんですけども、
実際に、使っているですねスーペリオフックね、2個持ってっていいですよっていうことなんで、大好きなね 1.5 っていうねこのスーペリオフック独特の 1.5 番っていうサイズのやつがですね あったんで2つとも 1.5 でもらってきました。これ何に使うかっていうと、今回もう一つメインパターンに据えていたビローラの表層引きの時に自分この 1.5 番のねでこの CO フックですね、これを使うんですよね。その他にもねいろいろこの 1.5 番ってねかゆいところに手が届く、なんだサイズ感なので、対応しておりますなんていう感じで、まあまあトーナメント遊びをねこうやってねこんなじゃんけん大会で、いいものもゲットして初マスも連れてホクホクだぜっていうことでね、はい、なんか取り留めもない感じになってきましたが、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、トキタボートで開催されたですね亀山ダム久しぶりのトーナメント出てきましたよ、ストロンゲスト、出たところ初バスが釣れて北北のこういったじゃんけん大会の賞金もいっぱい手に入れたぜっていうねこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。